今回紹介するのは「伝える力」という本です。筆者の考え伝える力には聞くこと話すこと書くことを含む筆者はこの本で現代人に必須の力である伝える力を高めるヒントを 「伝えたいいと考えている伝える力の高め方」「深く理解するために聞き上手になる」「愛情を持って相手と接する」「文章のフォーマットを身につける」「簡単に書き簡単に話す」「もう一人の自分を育てて客観的に自分の言動を俯瞰する」「上質なインプットをするために」 人間と語彙の幅を広げるおすすめ読者。コミュニケーションをとるのがうまくない方におすすめである聞く話す書く行為はまさにコミュニケーションであるコミュニケーションがうまくいかない要因を改善するヒントに出会えるかもしれない以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらいありがとうございました チャンネル登録をお願いいたします。